エッサホイサ、鉱石たくさんゲットしちゃった。帰ろうと思ったけど、いちいち上まで持っていくのめんどくさい。アイテムを運ぶエレベーターがあればな。ん？そうか、できた！アイテムエレベーター、いっけー、アイテムたち、すげー、めっちゃ便利。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座、アイテムエレベーターの作り方。最初は装置の下側から作っていくぞ。まず地面にソウルサンドを一つ置こう。その奥側にソウルサンドを向くようにドロッパーを置く。その裏には土台を置いておこう。使うブロックは何でもいいぞ。ドロッパーの隣にレッドストーンコンパレーターを左向きに置いたら、その先にレッドストーン反復装置を置く。続いてレッドストーンをこのように置こう。ドロッパーの上にホッパーを置こう。しゃがみながら置くのがポイントだ。ソウルサンドの周りをブロックで囲む。今回は中が見えるようにガラスを使うぞ。ソウルサンドの上にバケツで水を入れ、水源を作ろう。その上にまた一段ガラスを置き、同じようにバケツで水源を作る。これを繰り返してアイテムを運びたい高さまで作ろう。先に筒の部分だけ作り、最後に上から水を流し込む方法だと中の部分が水源にならずアイテムが浮き上がらない。ちゃんと下から一段ずつ作るのがポイントだ。上の部分はまずこのように土台を7マス置く。設置場所に合わせて好きな方向に作ろう。今回は右に伸ばしていくよ。土台の先にチェストをつなげよう。土台とチェストの間のブロックを一旦壊し、チェストにつながるようにホッパーを置く。土台と同じ高さにもガラスで囲みを作り、水を流して水源を作る。その上の段に土台とホッパーを囲むようにガラスを置く。さらにこの段にも水源を作る。そうするとちょうどホッパーまで水が流れるはずだ。最後にガラスで天井を作れば完成！装置の使い方。下のホッパーにアイテムを入れると、ドロッパーからアイテムが自動で飛び出し、水流によって上のチェストまで運ばれていくぞ。どれだけ高くても運べるので、ブランチマイニングで出た丸石などを地下から地上に運ぶのに便利だぞ。みんなもぜひ作ってみてね。よっしゃー、これでじゃんじゃんアイテム運ぼう。ほいほいほーい、めっちゃアイテム運んだ。え、僕のアイテムが消えちゃった。